はい、愛知県弥富市に向かっております。はい、宇宙に行ったことがある、はい、その子孫に会いに行きたいと思います。どういうこと？アマノッチのドライブしよう。アマドラ。東名阪自動車道弥富インターチェンジを降りておよそ10分のところにある弥富アクア、なんと入館料が無料で楽しめる金魚の水族館です。こんにちは。こんにちは。どうも。どうも。館長がそのガガーリンの子孫とかそういうのではないんですね。そんなことはないです。あ、違いました。はい、こちらです。あ、宇宙金魚の子孫って書いてある。何ですかこれ。はい、これはですね、うん、今から30年前に、うん、向井さん、はい、向井さんと一緒に宇宙へ行った、うん、正確には宇宙へ行った金魚の兄弟、兄弟の子孫です。和金っていう名前もすごい。一番原種の船に近い、丈夫な金魚。あ、金魚は無重力の状態でも酔わないんですか？光を当てるとちょっと姿勢を保つことができたとかですね、そういう結果が得られたってことは聞いております。はあ、バランスとかを。はい。弥富アクアでは金魚すくいも楽しめます。痛い金魚の下に入れるんですけど、まあ大体逃げますので。そんな意外とゆっくり。はい。そんな尾ひれを外へ出すとバチャバチャってやらずに頭の方、頭の方から行く方がでっかいの取りてえな。大野さん全員逃げてます。金魚がいなくなっちゃうよ。はい、こんなもんです。いつもこんなもんです。はい、皆さん苦労されます。見てあるんだ。救えました。ね、人生初。人生初です。こんにちは。かわいい。愛知県弥富市の弥富アクアは東名阪自動車道弥富インターチェンジを降りておよそ10分です。